細葉赤花は赤花か赤花族の多年層。別名、柳赤花という。地下に稀に地表に細長いふく枝を伸ばし、耐性する輪辺状の葉をまばらにつけ、頬枝の先端に腰等がを作る。茎には量がなく円柱型で、高さは10から80センチメートルになり、前面に短毛が生え、上部には線毛もあり、時に上部で枝を分ける。 葉は、上部の葉を除いて耐性し、傭兵がなく、葉芯は、線形から、線状皮芯型で、長さ1.5から9センチメートル、幅3から15ミリメートル、先端は、円頭になり、短毛が生える。下期は6から9月。花は、茎上部の葉域から単生する。花の基部に細長くつく花柄状のものは、後に果実になる脂肪で短毛がつく。は、 ロート状になり、学編は4個あり、列編は長さ3から5ミリメートルの筆心型で、先端は鋭い形になり、外面に毛と繊毛が密につく。花は白色から淡紅色、花弁は4個あり、東蘭型で、長さ5から8ミリメートルになり、先端が2さ列する。湯髄は8個あり、そのうち4個が長い。滴髄の中等は東蘭状コンボ型になる。 果実は4両形の細長い果てで、長さ3から9センチメートルになり、短い白髪があり、先端から劣化する。貨幣は長さ1から5センチメートルになる。種子は長さ1から1.5ミリメートルの防水型で、細かい入頭状突起があり、白色から単光褐色の看毛状の長い毛がつき、風によって飛ばされる。日本では北海道、 本州中部地方以北に分布し、湿原に生育する。世界では、中国大陸、インド、カザフスタン、韓国、モンゴル、ネパール、パキスタン、ロシア、中央、北、南西アジア、ヨーロッパ、北、アメリカ、グリーンランドに広く分布する。大きさや歯型など変化が多い。和名の細葉赤花は、細葉赤花の胃で、葉の形が線形、または、 戦場筆心型になり、細長いことによる。種照名のパルストレは、沼地を好む、沼地性のの意味、ありがとうございます。